陰キャが見たら必ず死ぬ動画があって、ちょっと今からみんなのこと殺しますね。いただきますますマスカット、ラリラリラリアット、いってててててレッツゴー。じゃあタパリピッポバッターストレートアウト、チェンジ。ラーメンありがとうございました。めちゃくちゃ美味しかったですね。ごちそうさまんさたまさ、女の子に買って帰ろう。ただいま。わでたこれもね、感謝感謝、またいっぱい食べたいな。ディシャー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 、ハッピースマイル。うるせえ。カミカミカミデーモフリティ。でも次感だときはもっともっと、はい、ズンズンズンズッキーニ、ズンズンズンズッキーニ。何とも言えないような感じ。なんか匂いで例えるならおじいちゃんの脇の下。あ、下通りで言ったらなんか耳の裏みたいな感じ。つまりわかんない。久しぶり。やばいでしょ。ちょちょちょ、おおいおい、めしべとって、おい、じゅふん、お花ポンポン。これ考える時間があるんだから。トントンからトントントン、はい、どちら様バケーション。はぁ、これジャダムにも見せたいんだけど、ちょっと俺に考えがあって、スカイピースのさ、クソキショイ持ちネタが美味しいヤミーとかわかるでしょ。あ、わかる。あれって実はもう何個もあるんだよ、ああいう系。あのシリーズ。そうそうそう。で、今から8つ映像を見せるから、8つ、その中で1つだけ俺オリジナルの持ちネタがあるから、それ当てて。おお。8つ中7つはスカイピースのです。え、スカイピースの動画見るわけじゃない。違う違う、俺が一応再現してます。あれ7つも見ると思ったら、俺がちゃんとやったら大丈夫。決めたある。いや、美味しかったね。ね、ごちそうさまんさたまさ、女の子に持って帰ろう。ただいま。え、なになになに。いや、真面目な作品ですよ、これは俺の。え、真面目。え、ちょ、え、左手で編集した。あ、いやいやいや、どう思う、これどう思う。俺だと思う。いや、どうだろうね。女の子に持って帰ろうっていう、そんな言葉発さないでしょ、お前。どうかな、でもスカイピースの方がクリーン系だからさ、うん、そんな女の子がとか言うと思う、小学生向けにやってる人が。まあまあ、違うんじゃない。うーん。おいしいヤミ、感謝感謝、またいっぱい食べたいな。デリシャー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 、ハッピースマイル。え、これはもう見たことあるもんね。うん、これは見たことあるね。でもこれって、スカイピースはこれをさ、素でやってるわけでしょ。うん、そうなんだよね。もう俺なんか本当に自殺しそうになったのにさ、ね、本当ナチュラルハイなんだろうな、あの二人ってずっと。うん、東海オンエアとコラボしててさ、うん、なんでみんなそんな怒るんだろうと思ったけどさ、うん、まだ完全小学生向けじゃん、やってることが。そうなんだよね。グラセフやってたら急にジバヤン出てきたみたいなさ、そういう感じなんだろう。いや、マジでそれだと思う。それは怒るよな。怒るよ、それは、うん。なるほどね。出ちゃったパーリーピーポー、バッターストライクアウト、チェンジ。短くね、まとめてあるけど。何この背景、どういうこと。お前どうかな、これ。マジでお前意味がわからない。この脈絡が一個もないんだよな。パーリーピーポーどっから来たの。でもそれももうスカイピース脳になって考えて、相当 IQ 下げて考えて。スカイピース脳どうなってんの、マジで。何が出ちゃったの。何が出ちゃった。うん、そのガチャガチャとか回したんじゃない。ガチャガチャ？そうそう、ガチャガチャ回して、当たりが出て、出ちゃったパーリーピーポーっていうくだりかもわからない。でもチェンジなんでしょ？当たりなの。バッターチェンジはノリ、もうだから、そんな理屈で考えちゃダメ、スカイピースの挨拶は。IQ 全て下げても、共感覚で考えるもんだから。考察とかするもんじゃない、これ。おい、久しぶり。おい、久しぶり。シューンチョンチョン。おお、おい、おい、メシで撮って、おい、受粉。お花ポンポン、チュッパチャップス、コンコンからトントントン、はい、どちら様バケーション。はは。え、何の薬やってんの、スカイピースって。めしべがポンしたよね、一回。一回めしべポンしたね。受粉したよね。そうそう、受粉。はぁ。お花ポンポンの、うん、チュッパチャップス。どういう。ちょっと卑猥な香りも漂うよね、めしべとかチュッパチャップスとか。陰謀なんだ。全部陰謀なんじゃない、これは。あ、そうかな。考察をはかどるよね。これにワンピースのね、答えとか隠されてるかもわからんし、ね、ワンピースの正体わかるかも、ね、これで。そんくらいなんか伏線らしきものが散らばられてるけどね。いただきますますマスカット、ラリラリラリアット、いって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 て、レッツゴー。最後の目から光消えたな、最後。いや、だから何回も死にたくなってるんだって。ラリラリラリアットですよ。マスカットからのラリアット。まあ、韻は踏んでるから、その五感の良さなんだよね、結局こういうコールを作るときって。でレッツゴー。でもなぁ、その台本読みに行ってるよね、この
合ってるかなみたいな確認。あー、メモを読んでる可能性があるんだ。そうそうそう、お前は多分文字で起こして。確かにね。そうでしょ。いや、いい考察するね。あと、いただきますの2回目じゃん、いただきます。あー、だから2個もやるかな。ヤミーだけでいいじゃん、別に。でもね、わかんないよ、スカイピースだからね。噛んだ今。カミカミカーミ、デーマ、プリティ。でも次噛んだ時はボッコボコ、ズンズンズンズッキーニ、ズンズンズンズッキーニ。これキリンズのアルバムジャケットみたいになってる。最後ね。ちょっとくしくもそうなっちゃったけどね。マジで何この顔。何これ、銃口向けられてる。カメラの裏で銃口向けられてないよ。めっちゃ真顔じゃない。スカイピースもこの顔してたの？スカイピースはこの顔しないよ。一瞬たりともこんな顔する瞬間ないよ、スカイピースは。噛んだっていう振りがあって、うん、このカミカミカーミっていう言うみたいな下りがあるってことなのかな、うん、常にこれからやってるみたいな。そうね。次噛んだらボッコボコ。怖いね、この顔ね。これ名曲しか入ってない。これ名曲しか入ってないね。わ、うん、かんない。意外と俺こういうので攻めるかもよ、その単発で。わかんないこれ顔。わかんない。こういうシンプルなのも思いつくかもよ、やっぱスカイピースって。こういうの1個あったら便利でしょ、スカイピースも。ああ、うん、汎用性も高いしね。本当にわかんなかったんだろうね。わかんない、マジでわかんなかったんだろう、ね、一緒にやる。せーの、わかんない。これは本人さんなんじゃない。おー、本人さん。どうかな、わかんないよ。うん、これ最後。うん、え、でも全然わかんないな、俺マジで。今んとこマジでわかんないでしょ。うん、お待たせ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 し、せいしてし、またまた着床、在日三世、また四世、敗戦国、後の祭り、わっしょい、GHQ にラリ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 アット。どう思いますか、どう思いますか。聞き間違いかな。聞き間違いかもしれない。絶対にスカイピースは言わないことしか言ってなかった気がするんだけど。お待たせし、せいしてし、またまた着床、在日三世、また四世、敗戦国、後の祭り、わっしょい、GHQ にラリ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 アット。わからんよ。わかるわ、さすがに。お前これ考えたの？いやいや、わからんでしょ、まだ。まだマジでわかんないよ。マジで思想強いな、スカイピース。こんなのやっちゃったの？スカイピースやばいね。こんな政治的な、在日とか言うの、スカイピース。そうだよ。そうなの。うん、推しは三島由紀夫らしいよ。三島由紀夫なの。うん、二人とも。え、これ教育に悪いでしょ。むしろ一番教育的じゃない？お前、日本の歴史ちゃんと理解してる？ GHQ がどれだけ日本に影響を与えたか、日教祖がどれだけ悪い影響を日本に与えてきたか、うん、お前ちゃんと理解してる？三島由紀夫が演説してる時に早く降りろとか言ってたのって、多分お前みたいな人間なんだろうな。お前みたいな日本男児がどんどん消えていってるから、日本という国はどんどん衰退していってるんだよ。まあ、これが答えだよな。ちょ、簡単すぎるって、さすがに。あれ、じゃあ、ジャッジな、何番でしょうか。最後だろ、これ。どう考えても。正解は、ドゥク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 。一番最初のやつでしたー。すげえだろ。いいよ、じゃあ、はい、お前の勝ち。なんかそれ。俺は本当の正しい歴史を伝えたかった。在日外国人にどれだけ日本が蝕まれてきたか。英霊たちが命を懸けて守った国が正しい歴史を知らないままで育ってきている現状を俺は伝えたかった。俺の隣のやつが一番荒れてたな。答え見ていい、これ。もういいよ。いただきます、マスマスカット。ラリラリラリアット。チュッパチャップス、コンコンからトントントン。はい、どちら様、バケーション。あー、言ってなかったか。言ってなかったか。言うか。GHQ にラリラリラリアット。言うか。フィルター出してみたら本当にしんどいな、これ。でしょ？そのふざけてやってるっていう前提があるから、うん、これ本当になんかこう 120% でやってるよね。うん、すごいね、この人たち。まあ一番辛いのは俺でさ、俺全部覚えちゃったんだよ。